続いては伊丹市立伊丹高等学校の市板ジャズアンサンブルの皆さんです。私たち市板ジャズアンサンブルは1年生24名、2年生27名、計51名で日々前進をモットーに毎日楽しく活動しています。ジャズが大好きなメンバーとこれまで精一杯練習してきました。今日も市板らしいサウンドを皆様にお届けできるよう頑張りますのでよろしくお願いします。曲名はオンザギンザとライブインザバブルの2曲です。それではどうぞ。Oh,
伊丹高等学校の皆さん、ありがとうございました。それでは皆さん、マイクの前の方へお進みください。審査員の方より好評をいただきます。古谷隆様、お願いいたします。お疲れ様でした。よかったよ。間に40年ぐらい の時の流れを得た曲を2曲演奏してくれてますから、まあアレンジはマクテーラーでそんなに古くはないんですけど、最初のオンザキンザ、これは、僕が20歳代中頃ですかね。皆さんもちろん生まれてません、皆さんのご両親もひょっとしたら生まれてないかもしれない時代の曲ですけども、それまで主流だったビバップというジャズのセオリーを一歩超えたところにウェン・ショーターという、プレイヤーで作曲者がいたわけですね。で、その曲、このオン・ザ・ギンザという曲は確かリー・モーガンとウェン・ショーターの通報、それにカーツ・フラーというトーンボーンの参加でやってた時代の、アークブレイキとジャズの戦略だと思いますが、このタイトルはアークブレイキというドラマーが大変日本びいきでよく日本に来ていて、それで、ウェン・ショーターがアークブレイキのごませたわけじゃないでしょうけど、ちょっと記念を取ろうみたいな感じのタイトリングにした曲だと思いますが、非常にユニークです。常にウェン・ショーターはユニークですけども、あのメロディーをアンサンブルで演奏するとなると、歌い方とっても難しいんですが、見事に歌ってましたね。まずそのやもすると大きくなりがちな音量を抑えて、でバックのバランスとの、関係をしっかり、バックもまたメロディーが立つような音量でバッキングをしていて、それで、なかなか素晴らしかったですね。ソロもみんな上手かったですよ。それと最初のセクションにあるこのオプションコーラスですね、このソリもしっかり練習してましたね。素晴らしいです。